どうも、あおいです。ちょっと今回サムネにあった通りご報告がありまして、今回 YouTube を撮っています。はい、ご報告なんですけれども、今回私人生初めてグッズを販売することになりました。イエーイありがとうございます。今回がイーストウッドウェア様とのコラボで白 T、まあ、T シャツとロング T シャツを販売することになりました。で、お色味どちらもカラーの方は白一色で販売になります。で、こちら本当に初めてで、ね、すごい嬉しくて、もう早くみんなに言いたかったんだけど、なかなかね、ちょっと秋に入ってしまったということでちょっと言えなかったんですけど、インスタの方で先に出しますっていうご報告を2日前かなさせていただいて、で今回はそのデザインの方をちょっとまだはっきりと皆様にお見せしていなかったので、このデザインの方をちょっと皆様にお見せできたらなと思って、着画写真動画を撮ってきましたので、ぜひそちらご覧ください。どうぞ。どうだったでしょうか。可愛かった？めっちゃ心を込めて作りました。これめちゃめちゃエモい秘話があって、このデザイン考えてくれたのが私の同じ中学校からの友達のデザイナーの子で、ずっと絵が好きで、その子の声をかけさせていただいたところ、心よく引き受けてくれて、2ヶ月前ぐらいかな、2人でねりねり考えて、たくさん考えて話し合って作っていただきました。デザイン元を考えてくれたのはその子なんだけど、本当に優しくて、もうマジ面白いの、もうガチで面白いのね、もう本当に面白くて超楽しかったの。だからまたいろいろできたらねって思ってます。今回のが好評だったらいろいろ2人でまたなんかやっていけたらなって思ってます。はい、今回私の一番こだわったコンセプトとしては、私のグッズとして着るのではなく、デザインで選んで着てほしい、普段使いで着てほしい、たくさんおしゃれに着てほしいっていう思いで作りました。なんかグッズ感が出ると割と、そうだな、日頃着づらかったりとか、葵ちゃんのって分かっちゃうと着づらいと思うんだけど、全然私って分かんない、もはや誰が作ったみたいな感じのにしたので、ぜひ手に取ってみてくださいよろしくお願いします。で、詳細の方なんですけれども、こちらですね、 T シャツとロンティーの白のみのカラーになりますね。で、サイズの方なんですが、 S から XL までのサイズ展開になってます。男性の方は XL がちょうどいいかなと思います。同じサイトの中で XL 着てる男性モデルさんも着用の方いたんですけれども、もう XL でちょうどよく着れてる方がいらっしゃったので、男性は XL でちょうどいいかなと思います。で、私今 150cm で XL 着てるんですけど、めちゃめちゃでかい、私はめちゃめちゃでかく着たかったので XL を買いました。中にちなみに3枚着てます。下にロンティーも入れても余裕で着れるので、女の子、ゆるく着たい子、大きく着たい子、ワンピースみたいに着たい子は XL、L いいと思います。おすすめです。はい、販売期間なんですけれども、本日9月11日のこの後21時から26日0時までの2週間限定販売になります。期間限定なので、ぜひ私の人生初めての、はい、グッズ、はい、お洋服、よろしくお願いしますぜひ手に取ってみてください。で、お値段ですね、気になるお値段のところなんですがT シャツが3500円、税込み価格3500円で、ロンティの方が税込み価格で3900円になります。まあ、これからの時期なので、私はどっちでもめちゃめちゃいいなと思うんですけど、ロンティ、そうだね、結構インスタだとロンティが人気でした。なのでロンティも、まあ白 T もこうやって着れるから、重ね着とかしたい子は、夏とかも着たいなと思ってくれる子は白 T でもいいと思うし、ロン T めっちゃ人気だったの、全然どちらでも構わないので、もしそうだな、着てみたいなって思う方がいらったらぜひよろしくお願いします。私の人生初めてのなんかグッズ、皆様にこう皆様の手に届けるっていうものが私人生初めてで、
ものすごく緊張してます。物としてお届けするっていうのかな、音じゃなくて、いつもはこう音を届けてるんだけど、物として手に届くものをお届けする、作るっていうのが初めてだったので、ものすごく楽しくて、みんなのことを考えながらやったりするのが、来てくれるかなとか、なのですごく考えて作りました。ぜひ手に取ってみてください。よろしくお願いします。気をつけてね、この概要欄の方にリンク貼っておくので、ここから飛んで買ってみてください。21時から、2週間限定販売の白だけのになります。白 T かロン T 買ったらぜひ DM とかで、なんか会いましたよとか、よろしくお願いします。着用の写真も待ってます。よろしくお願いします。緊張した。よかった、無事に販売できて。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。来週あたりには他の動画とかも YouTube 出せると思うので、ちょっと待っててね。いっぱい撮影の、はい、お仕事がちょっと溜まっております。頑張ります。頑張ってきます。よろしくお願いします。ではまた次の動画で、よろしくね。ありがとう。バイバーイ。